クソガキバーサス教育ママ。ちょっと僕、こんなとこで走っちゃ危ないわよ。ちょっと僕、え怪我するわよ。は誰このママ。怪我するわよ。ほら、お前何やってんだすいません。ほら、謝りなさい。すみませんでした。あら、僕、その歳で敬語使えるの。いや、当然でしょ。常識。偉そうだぞ。ああ、そう。じゃあちょっとお姉さんに敬語使ってみて。お姉さん、礼儀には厳しいわよ。わかりました。ハイ、はい、アウト、即アウト、論外。 子宮やり直せ。いや、子宮からやり直せ。<laughs> えー、え、ちょ、ちょっと厳しいすぎません目上の方には、わかりましたじゃなくて、承知いたしました。はい。リピートアフターミー。あ、承知しました。うん、いたしました。あ、ああの、あの、まだ覚えたてですので、すいません。うん、すみません。<laughs> リピートアフターミー。あ、僕もしつけられてます、今。あすみません。ほら、高島早く謝っとけ。すみません、おばさん。うん、お姉さん。それ終わってるでしょ ま、これから教育していくところですので。でも、そのぐらいの年にはしっかり教育しておくべきです。この子を見れば、小さい頃からの教育の大切さが分かりますよ。ほら。長い太志17歳お方、好きなものは v シーバー寝とけ生配信。<laughs> どうです <laughs> 小さい頃からしっかり教育しておけば、こうはなりません。失敗例か完全な失敗です。<laughs> ね。ね。なんでドヤ顔いや、僕は将来ちゃんとした人になれます。俳優になるんで。 実はこいつ、今、子役とかやってて。あら、すごい。演技できるのはい。いつかアンパンマンの映画に出ます。アンパンマン無理だろ。じゃあちょっと、演技見せてくれないあ、お姉さんとアンパンマンごっこしましょうか。どのキャラでもいいわよ。はい。僕の顔をお食べあら、上手。見てるわね。<laughs> どうぞ。あ、そうよね。ありがとう。わー、美味しい。ありがとう、カバオくん。 カバオくんじゃないですありがたいああのちなみに奥さんは今何のキャラを演じてるつもりなんですかねそれが <laughs> まさかのカバオかぶり豆腐じゃねえかえあれだよお,前おばさんはあんまり映画とか見ないからわかんなかっただけだ<は>ちょっと私だってよく映画見ますよじゃあお姉さんの演技見せてくださいもういいお前。いいわよ フルスピードで走るのが俺の人生だったワイルドスピード <laughs> チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね